誕生日プレゼントの1万円をついに使う時が来ました。で買ってきたものを紹介していきます、はい、全部で4個はい、じゃあ1個ずつ、ま、ずウェットティッシュ、ウェットティッシュ、プーさんのウェットティッシュです。へえ、欲しかったの？かわいいから。うん、ちっちゃいし、ちっちゃいし。次プーさんのあキーホルダー、キーホルダー、かわいくない？うん、こんなかわいい。プーさんとピグレットいるの、うん、かわいくない？かわいいこれランドセルにつけてんの？うん、うん、次プーさんの、うん、充電器、プーさんの充電器、かわいい、長いね、プーさん。おお、星、うん、星つけたら光るんだよ。あ、光るの？電気入れたら、通したら、うん、へえ、すごい、いいじゃん。はい、最後プーさんのスマホケース。あ、スマホケース買ったんだ。全部プーさんだね気に入ってるこれ。うん、かわいい、夏っぽいね。ワニもいる。うん、かわいい。これあれだよね、プラスチックじゃなくてさ、なんだっけ、うん、ゴムっていうの、なんていうの、シリコンだよね。うん、柔らかいんだよね、このケースね。なんか一見さ、プラスチックの硬いケースに見えるけど、実際はね、柔らかい素材ね、曲がる、そう、かわいいよね、曲がる、うん、かわいいです。あ、待ち受けもプーさんになってるのね。ポチッと押して、真ん中、うわ、プーさん、ボタンもプーさんプーさんがいっぱいだね、りみちゃん ね、この4点ですかね。はい、はい、以上です。で、1万円予定してたんだけど、結局合計で、まあ、7500円ぐらい、この4点でね、うん、なので、あとの2500円はまたね、欲しいものができた時に使いたいと思います。はい、それではバイバーイ。